さがね、僕のね、肩ね、やばい財布だったね、あんた行って帰っててそしてね、言われたのよ。それでね、もうこれで本当にね、やばいってこういうことだったけど、特攻で散った上官の母親にかけられた言葉。この時、初めて息子の無事を願い続ける母親の気持ちを知ったのです。日本が何で、戦争に向かってしまったのかっていうのは、これね、あの主人格好ですよ。で、当時って日本民族のね、こうずっとね、まあ子供孫の代までこうね、豊かにしてやりたいというね、将来ということを考えてくれてた。ただやり方によりも問題があったんじゃないかと思いますね。柳井さんは70年前の今も平和と繁栄を願う気持ちは変わらない。戦争した事実はあるだけだと話しています。この事実を継承することが大切なのかもしれません。